ウィーンバカどうも、箱入り息子です。今回はスナップチャットっていうアプリの、はい、今流行ってる赤ちゃんフィルターを使ってちょっと雑談をしていきたいと思います。イエイ、赤ちゃんに若返りましたね。赤ちゃんってほど赤ちゃんじゃないよね。でもこれ全然小学生とかに髪染めちゃってる。それもあるかも。赤ちゃんに見えないせいかもね。確かに。じゃあ何しようか、まあ、考えたんだけど、6歳の時の気持ちを思い出して好きだったものとかも思い出してちょっと自己紹介を。はい、じゃあ先行きますね。はい、お願いします。はい、6歳に戻りました。スキーヨガです。6歳の頃といえば、まあ、習い事は空手をやってました。空手？空手、めっちゃ意外でしたね。意外で、仮面ライダーとポケモンも好きでした。あ、ポケモンのことをずっとポテモンって言ってました。そう、言えなかったです。可愛らしいエピソードですね。可愛らしいわ。またね、まあ、今とは違って、うん、もっとなんか明るかった。明るかったっていうか、うるさかった。へえ、めっちゃ無邪気だった。じゃあ俺ね、6歳近く、俺は習い事っていうのでいくとスイミングやってて、あとは、ね、セサミストリートも好きだった俺。仮面ライダーも好きだったんだけど、セサミストリートなんか聞いたことある。エルモとか知らない？ああ、クッキーモンスターとか。そうが好きだ。よくテレビでやってたんだよね、俺が6歳の頃は。可愛いっすよね、あれ。そうで、それが好きでよく見てた。あとなんかあったかな、好きなの。まあポケモンも好きだったし、やっぱりみんな好きですよね。まあでもそんぐらいかな。いや、6歳の俺はもっと可愛かったから、こんなんじゃないよ。もっと高みを目指せたよ。他のフィルターも確かに使ってみて。こんな下げてる。こんな下げさせなくてもいい。それめっちゃあれに似てません。青に。ガチで女になれた。いい女感出てる。スポーツカーなんですよ。稼いですね。確かに。お金持ってそう。車は左ハンドル。せっかく女になったことだし、女の子っぽい喋り方で、っぽい喋り方でちょっとやっていこう。ってことはヤッピーレントが、そうってことはヤッピーとヨネムラを真似すれば、まあいけるでしょみたいな。いけるでしょ。じゃあやっていこうか。リョーク最近どうよ。リョーク、ね、最近はね、ちょっとボーリングばっかりしてるわよ。あとほんとボーリング好きよね。いや、あなたに言われたくないわよ。あなたのボーリングはマジで、いや、行き過ぎ。私は行きたくないの、ほんとは。行きたくないの？行きたくないのよ。ってことは、いやいや、あなたに付き合わされてるの、毎回。あなたに？そう。私？ほんとに留学は誰？私が言い出しっぺじゃないわよ。あなたよ。あなたとヤピコよ。ヤピコが、だいたいボーリング行こうって言い出すのはあなたとヤピコだから。私は本当にエステに行きたい。エステね。なんで？なんで？腕に筋肉ついちゃうんでしょ。嫌だわよね。嫌だ。あなたなんか言葉遣いだね。そろそろやめないかしら。飽きてきちゃったわ。アビリルラビーよこれ。海外テイストが強いよ。どっちかっていうと海外の女の人って感じ。確かに。可愛いわ。今日はね、こんな感じでちょっとスナップチャットを使って、まあ、いろんな自分になってみたっていうか、確かに新しい出会いでしたね。やっぱり遊んでみました。楽しかったね。楽しかったね。まさか企画でこういうことすると確かに。まあでも流行ってるからね今。確かに。どれが可愛いかな。可愛いのかなこれって。可愛いですか。今日は可愛いと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。以上、箱入り息子でした。今日は2人でお届けしました。バイバイ。ウィーンバカどうも、箱入り息子です。はい、はい、今回はスナップチャットっていうアプリの、はい、今流行ってる赤ちゃんフィルターかな、はい、を使ってちょっと雑談をしていきたいと思います。イエイ。赤ちゃんに若返りましたね。赤ちゃんってほど赤ちゃんじゃないよね。でもこれやっぱなんだろうね。全然小学生とかに